私はパート勤務をしている兼業主婦です。夫と17歳の娘、15歳の息子と4人暮らしでした。私はいつも義両親を優先する夫のことで悩んでいました。私もパートをしているので生活に困ることはなかったものの、夫は義両親が頼み込んでくると言われるがままに義実家にお金を援助していたのです。義両親が夫に援助をお願いする理由も、今月使いすぎて困ってる、買いたいものがあるから、などとありえないような理由だったのですが、夫は何も考えていないようで、私には相談もなしに、当たり前のようにうちのお金を義両親に渡していたのです。私は貯金も必要だし、毎回そんなことをされては困ると何度も夫にやめてほしいと頼んでいましたが、夫は聞く耳を持ちませんでした。ある時、私は子供の誕生日に買ってあげたいものがあり、節約しながら必死でお金を貯めていました。しかし、夫がそれを知り、そのお金を勝手に持ち出し、義両親に渡していたのです。私は夫に問い詰めました。あのお金は私が必死で貯めたお金なの。あのお金どうしたの？父さんとお母さんにマッサージチェア買ってやったんだ。父さんもお母さんも喜んでたし、よかっただろう？嘘でしょ？あれは子供のために貯めてたのよ。どうしてそんな勝手なことするの？うるさいな。親孝行したんだから文句言うなよ。そんな理不尽な理由でお金を持ち出され、私は腹が立ちました。そんなの親孝行って言える？あなただって私が必死でやりくりしたの分かってるわよね。それを勝手に持ち出してどういうつもりよ。なんだよ、別にまた貯めればいいだろ。それよりももっと父さんと母さんのことも考えてくれよ。全く話になりませんでした。さらに、夫は私だけではなく、子供たちに対しても、ひどい扱いをしていたのです。息子は学校の部活動でテニスをしていました。大会でも優勝したりと、先生からも期待されており、中学生ながら将来はテニスの道に進みたいと、毎日テニスの練習に明け暮れていました。私はそんな息子の夢を応援していました。しかし、ある時、夫は突然、息子に信じられないことを言ってきたのです。お前、もう部活はやめるんだ。は？なんでだよ。こないだ父さんと母さんがうちに来た時、お前部活でいなかっただろう。毎日帰りも遅いし、父さんと母さんがお前に会えなくて寂しがってたんだ。だから、お前が部活をやめれば、父さんと母さんもお前に会えるし、寂しがることもないだろう。突然わけのわからないことを言って、息子に部活をやめろと命令してくる夫を私は許せませんでした。急に何言い出すのよ。この子は自分の目標のために毎日頑張ってるのよ。あなたは父親なのにそんなこともわからないの？お父さんやお母さんのために部活をやめろだなんて親が言うことじゃないでしょ。うるさい。子供は親の言うことを聞くもんだろう。こんな感じで私たち夫婦は喧嘩が絶えませんでした。数日後、息子が私に志望校について相談してきました。息子はテニスの強豪校を志望していました。もちろん私も息子が自分で決めたことなので賛成しました。ところが、廊下でこっそり話を聞いていたのか、夫が部屋へ入ってくるなり、息子を怒鳴りつけてきたのです。俺はそんなの許さない。お前の将来は俺が決める。お前は俺の実家の農業を継げ。テニスなんてすぐにやめるんだ。高校も進学するなら農業高校に行け。私は我慢の限界でした。ちょっと、何言ってるのよ。農業って、あなただって息子なのに農業を継いでないじゃない。それをどうしてこの子が継がなきゃいけないのよ。
私がそう言うと、夫は自分の都合が悪くなり、何も言わず、そのままどこかへ行ってしまいました。こんなことを言われた息子は、悔しそうな顔をしながら涙を浮かべていました。そんな息子を見て、私は心が痛みました。そして、辛い思いをしていたのは、息子だけではありませんでした。年頃の娘が、今流行りの服やアクセサリーなどを買ってくると、夫は娘のいない間に勝手に部屋に入り、買ってきた服をゴミ箱に捨てていたのです。私が買ってきた服、捨てたのお父さんでしょ？どうしてこんなことするのよ。そんな娘を夫は怒鳴りつけました。こんなチャラチャラした服はお前に必要ない。こないだおばあちゃんがくれた服あるだろ？それを着ればいいんだ。義母が娘にくれた服というのは、小学生が着るようなキャラクターが描かれた T シャツだったり、肩パッドが入っている、今時誰も着てないような服ばかりでした。そんな服を着ろと言ってくる夫の言葉に、私も耳を疑いました。あのね、あんな服着てる方が恥ずかしいわよ。それにどうして勝手に娘の服を捨てたりするの？娘が自分で買ってきた服なのよ。ひどすぎるわよ。娘に謝ってよ。しかし、そんな私の言葉に、夫は逆ギレしてきました。母さんが選んだ服なんだぞ。そんな言い方するなんて、お前最低だな。夫は自分が絶対正しいと思い込んでいるような人で、話になりませんでした。また、ある時、娘が勉強したいことがあり、大学へ行きたいと言うと、夫は娘の大学進学にも反対してきたのです。大学なんて行かなくていい。女はどうせ結婚したら家庭に入るんだから勉強なんて必要ないんだ。それにお前を大学に行かせる金もないしな。こんな女性差別をするような夫の発言を許せませんでした。こんな夫に日々ストレスはたまり、娘と息子にも我慢をさせているのは分かっていました。もちろん何度も離婚を考えましたが、収入面のこともあり、パート勤務の私は離婚に踏み出せずにいました。せめて娘と息子が学校を卒業するまではと我慢していたのですが、ある日我慢の限界に達することが起こったのです。息子の担任から私の携帯に連絡がありました。なんと、夫が息子の学校に電話をして、息子の志望校を勝手に農業高校に変えようとしたそうなのです。先生も本人に聞いたところ、息子は否定したそうで、変更はしなかったそうですが、念のため、母親の私にも連絡をしたとのことでした。その日の夜、仕事から帰宅した夫を問い詰めました。勝手に学校に電話して志望校を変えようとするなんてどういうつもり？息子のことを何だと思ってるの？それでも父親なの？お前ら全員生意気なんだよ。もっと俺を慕う気持ちはないのか？お前らは所詮、俺がいないと生活できないんだ。どうやらそれが分かってないようだな。分からせてやらないといけないみたいだから。そう言いながら、夫は私に千円札を一枚投げつけてきました。これ、今回の生活費だ。文句があるなら離婚だからな。俺は今日から外で飯食うことにするから、せいぜい千円で頑張れよ。そう言い放ち、嘲笑いながら夫は出て行ってしまいました。その瞬間、怒りが頂点に達した私は、離婚を決意したのです。私はすぐに子供たちに離婚について相談しました。私ももううんざりしてたの。あんな人父親だと思ってないよ。お母さん離婚して。私も家のこととか協力するから。俺もあんな人とこの先一緒に生活するくらいなら貧しくても頑張れるよ。それにこれ以上母さんや姉さんが苦しむ姿見たくないよ。子供たちのその言葉に私は勇気づけられました。そして翌日、私は離婚届をもらいに行きました。その日の夜、
私は子供たちと一緒に記入済みの離婚届を夫に突きつけました。離婚してください。はあ？何？どういうつもり？こんなんで俺に反抗してるつもり？夫は私が離婚を考えていることを本気にはしていないようで、離婚届を見ながら笑っていました。もうあなたとは一緒に生活できません。私本気よ。あなたにはもう愛想が尽きたの。離婚届にサインしてください。何言ってるんだよ。お前の稼ぎだけじゃやっていけないだろ。謝るなら今のうちだぞ。私、今度正社員として働くことになったの。上司に離婚のことを相談したら、私の仕事ぶりを認めてくれて、正社員になることが決まったのよ。私もバイトしながらお母さんを助けるし、もうお父さんがいなくても平気よ。そういうことだから、もうあなたに頼る必要はないわ。そう言うと、夫は急に焦り始めました。ちょっと待ってくれ。離婚なんて冗談だよな。悪かった。俺が悪かった。謝るから許してくれ。そんな夫に子供たちは冷たい視線を向けていました。もう決めたの。あなたのこと許すつもりもないし、慰謝料と養育費は請求させてもらいますから。さっさと母さんと離婚してくれ。もうあんたの顔なんて二度と見たくない。そうよ。早く離婚届にサインしてよ。あなたのことも父親だなんて思ったこと一度もないんだから。おじいちゃんやおばあちゃんとも縁を切るから。子供たちにも責め立てられ、夫はしぶしぶ離婚届にサインしていました。その後、私はすぐに離婚届を役所に提出し、無事離婚成立となりました。私は前もって弁護士にも相談しており、元夫の今までの行動はモラハラになるようで、慰謝料もきっちり請求することができました。養育費も支払いが途絶えてしまった時のことを考え、給与差し押さえの手続きをしてもらいました。私は離婚するとき、近所や親戚にこれまで元夫にされてきた仕打ちを暴露してから家を出てきました。そのせいで元夫や義両親は周りから白い目で見られているそうです。夫は会社でも今回のことが噂になり、社内でも孤立しているようで、特に女性社員からは避けられているようです。もともと浪費家だった義両親や元夫は、慰謝料や養育費の支払いで貯金も底をつき、夫の給料だけではやっていけず、親戚を頼ったそうですが、自業自得だと言われ、親戚一同も見放したとのことでした。一方、私たちは少し手狭ではありますが、3人でマンションへ引っ越しました。私も正社員となり、特に生活に困ることはありませんでした。娘もバイトをしながら、私が仕事で遅いときはご飯を作ってくれたり、息子も時間があるときは家事に協力してくれています。私たちは助け合いながら、今は幸せな生活を送っています。私は35歳の専業主婦です。夫とは5年前に結婚しました。結婚当初、夫から家庭に入ってほしいと言われ、結婚を機に寿退社をし、専業主婦になりました。それからは特に大きな喧嘩をすることもなく、それなりに幸せな日々を送っていました。私の両親は、6年前に事故で亡くなっています。私は突然両親を失い、悲しみに暮れていました。その時、夫がずっとそばにいてくれ、私のことを励ましてくれました。悲しいのはわかるよ。でも、いつまでも泣いていたら、天国のご両親も浮かばれないよ。でも、こんな急にいなくなるなんて、私これからどうすればいいの？大丈夫。俺はずっと君のそばにいるから。夫の励ましのおかげで私は少しずつ元気を取り戻し、
なんとか立ち直ることができました。そんな夫に私はとても感謝しています。夫と結婚できたことを心から良かったと思っていました。結婚してからは両親から相続した実家で夫婦二人で暮らしていました。ところが半年前ほどから私に対する夫の態度が急に冷たくなったのです。帰りも深夜だったり、会社に泊まると言って外泊することも増えてきたのです。夫への不信感が募るばかりでした。そんなある日の夜、夫が仕事から帰宅したのですが、なぜか義両親も一緒でした。お帰りなさい。え、お父さんとお母さん？どうしたんですか？私は義両親が来るとは聞いていなかったので、少し驚いてしまいました。そして、次の夫の言葉に私は耳を疑いました。お前、出て行ってくれないか？俺と離婚してくれ。もうお前とはやっていけない。は？いきなりどういうこと？何言ってるの？もうお前には愛想が尽きたんだよ。お前と一緒にいるのはうんざりなんだ。そんな、急にどうしたのよ。だってお前、子供だって全然できないし、お前に原因があるに決まってる。そんな女としての役割を果たさないお前は、もう必要ないんだよ。ひどい。どうしてそんなこと言うの？本気でそんなこと言ってるの？うるさい。とにかくさっさとここから出て行ってくれ。そう言って、夫は離婚届を突きつけてきたのです。夫の分はすでに記入済みでした。本気で離婚するつもりなの？当たり前だろ。さっさとサインしてくれよな。この家を売ってタワマンを買うことにしたんだ。え？売るって？私は驚きのあまり言葉になりませんでした。すると今度は義両親が口を開きました。離婚されても仕方ないんじゃないの？5年も一緒にいて妊娠しないあなたが悪いんじゃないの？そんな、でも妊娠しないのは私のせいかどうかなんてわかりませんよね。これは夫婦の問題じゃないんですか？息子が言うようにあなたが原因に決まってるわ。息子もよくこんな嫁と5年間も我慢したものだわ。そうだな。もうこいつを解放してやってくれ。私を罵倒してくる夫と義両親に怒りがこみ上げてきました。私が必死で怒りをこらえていると、夫はさらに私を罵倒してきたのです。専業主婦の帰省中はさっさとここから出て行け。家にばっかりいて稼ぎもない。女の役割も果たさない。そんな嫁を養うのはもううんざりなんだ。これからはこの家を売ってパパとママと一緒にタワマンで暮らす。私は我慢の限界でした。ちょっと待ってよ。家を売るって、ここは私が相続した家なのよ。勝手に売れるわけないじゃない。いい加減にしてよ。でも、もう知り合いに権利書を渡して契約してるんだ。そう言われ、私は慌てて自分の部屋の金庫の中を確かめました。そこから家の権利書がなくなっていたのです。どうしてこんな勝手なことするの？どうやって金庫開けたのよ。取り消しなさいよ。うるさいんだよ。さっさと出て行ってくれよ。力ずくで追い出されたいのか？ここは私の家なのよ。どうして私が出て行かなきゃいけないのよ。出て行くのはあなたたちの方でしょ。警察に通報するわよ。は？警察？わかったよ。今日は俺たちがここから出て行くけど、今度来る時までお前は自分の荷物まとめておけよな。家の明け渡しだってあるんだから、わかったか？そう言い捨て、夫と義両親は家から出て行きました。勝手なことばかり言ってくる夫と義両親を許せませんでした。この家は絶対私が守るんだと固く決心しました。
私はまず家の鍵を変えました。そしてすぐに弁護士へ相談に行きました。話を聞くと、名義を変えるのは権利書だけではできないということが分かりました。印鑑証明と実印が必要なのだそうです。印鑑証明と実印はなくなっていなかったので、勝手に夫が家を売ることはできないそうです。数日後、夫が家にやってきました。鍵を変えているので、夫は自分の持っている鍵では玄関を開けることができず、何度もインターホンを鳴らしてきました。私が玄関を開けると、夫は激怒していました。おい、なんで鍵が開かないんだよ。鍵変えたのか？そうよ、鍵変えたのよ。なんでそんな勝手なことするんだよ。私の家なんだから、別に何しようが私の勝手でしょ？ふざけるなよ。散々俺に世話になっておきながら、なんだその態度は。というか、あなた誰ですか？は？何言ってるんだ。嫁のくせに偉そうに。私はあなたの嫁ではありませんけど。私たち、離婚しましたよね。もう赤の他人なんですけど。私は夫が義両親と出て行った翌日、すぐに役所へ離婚届を提出したのです。呆然としている夫に、私は真実を告げました。あの後、私すぐに離婚届を提出したのよ。え？離婚届出したのか？だって、あなたも離婚を望んでいたからサインまでして置いていったのよね。当然のことでしょ？待ってくれよ。実は家を売ろうとした人から俺、損害賠償を請求されたんだ。そうね、知ってるわ。え？お前知ってたのか？元夫たちが家を出て行った数日後、家の売買について追認の催告書が届き、私は相手に連絡し、事情を説明し、丁重にお断りしたものの、相手の男性は納得がいかないと憤慨していたため、すぐに弁護士同席のもと直接話し合うことになったのです。元夫は妻同意のもと代理人として話を進めていたそうです。しかも男性に妻だと紹介したのは私とは別の人物だったそうなのです。元夫は不倫をしていたのです。しかもあの家を売ってタワマンを購入し、義両親と4人で住む計画を立てていたそうなのです。男性が洗いざらい教えてくれました。私は男性に亡くなった両親が私に残してくれた大切な家だということを説明すると、男性も納得して権利書を返してくれました。そして元夫に対して、騙された、最低な人だと激怒していました。そこで同席していた弁護士が何も知らなかったのであれば、元夫に損害賠償を請求できると提案してくれました。男性も損害賠償を請求するということで話がまとまったのです。その事実を伝えると、元夫は愕然としていました。そんな。残念ね、タワマン買えなくて。彼女もあなたのこと見捨てるんじゃないかしら。え？あなた浮気してたでしょ？更新所に依頼して調べたの。不倫の証拠もこっちにはあるのよ。二人に慰謝料請求するから覚悟してよね。嘘だろ？もうこれ以上話すことはないし、帰ってくれる？これ以上ここに居座るなら警察呼ぶから。そう言い放つと、元夫は肩を落とし、その場から去っていきました。そして、私は夫の職場と不倫相手の職場にそれぞれ不倫の内容証明を送っていました。その後、私は元夫と不倫相手から無事慰謝料を支払ってもらうことができました。元夫は会社に今回のことを知られてしまい、周りからも白い目で見られているそうです。しかし、慰謝料の支払いと損害賠償の請求で多額の借金を抱えてしまい、仕事を辞めることもできないそうです。
もちろん浮気相手とも破局したそうです。そんなある時、元夫から連絡が来ました。すまなかった、俺が悪かったよ、どうか助けてくれ。はあ、今さら何を言ってるの。私に何をしたか自分で分かってるわよね。あなたのこと許せるわけないじゃない。悪かったよ、反省してるよ、だから俺とやり直してくれ、頼むよ。元夫は復縁を要求してきたのですが、そんな自分勝手な元夫に私は堪忍袋の尾が切れました。無理よ、謝られてもあなたのことは許さないわ。ましてや復縁なんてありえないから。もう二度と関わるつもりはないから、私の前にも二度と現れないでよね。私はそう言い捨て電話を切りました。そして元夫の連絡先はブロックし、元夫とも二度と会うことはありませんでした。元夫は生活もままならなくなり、昼の仕事のほかに夜もバイトを始めたそうです。定年退職済みの義両親も息子のため働きに出ているそうです。自業自得としか言いようがありません。私の方は元夫と浮気相手に支払ってもらった慰謝料と貯金で生活しながら、無事就職先を見つけることができました。一人になった今、しばらくは独身生活を満喫しようと思います。今は穏やかで充実した毎日を送っています。私は今、結婚3年目で、結婚してから今まで義両親や小住と家族との旅行へ3回ほど行っています。それらの旅費は全て私が支払いました。旅行中も全ての雑事は私に押し付け、面倒なことは全て私にやらせるのです。小住と家族が加わるとさらに大変で、小住との子供たちの面倒まで見させられました。私はもう二度と旅行なんて行かないと決意したのですが、夫がゴールデンウィークにまたみんなで旅行に行こうと言い出しました。私は旅行に行くのが嫌だったので、仕事をガンガン回してもらい、ゴールデンウィークは休みなしで働くことにしました。相当ごねられましたが、仕事なら仕方ないということで、私は不参加で許してもらいました。旅行中は私がいなかったおかげで、荷物番や子守りをする人がいなかったため、小住人がずっと文句を言っていたそうです。後日、姑から電話が来ました。小住人がずっと文句ばかり言っていて、やっぱり私がいないとダメだというのです。今度は絶対来てねと言われましたが、もう絶対一緒に旅行なんて行かないとお断りしました。なんで？旅行楽しかったと言ってたじゃない。そんなこと一度も言ったことありません。私ははっきりと言いました。その日の夜、夫はすごい勢いで帰ってきました。私が姑に言ったことがショックだったようで、私に説教をしてきたのです。両親を楽しませるための旅行がなんで行けないんだ。お前には思いやりがない。嫌でも我慢していくのが親孝行だろ、大人げない。夫にそう言われ、私の怒りは爆発しました。私だけに我慢しろって言うの？私の貴重な休みを犠牲にしてまで、あんたの親や妹にこき使われる私の気持ちがわからないの？私はあんたの両親や妹の嫁になったわけじゃないのよ。夫と散々揉めて疲れ果てました。そして夫が私に言ってきたのです。お前がこんな人だとは思わなかった。結婚した意味ない。このままじゃ離婚だよ。はい、喜んで。そうしましょう。あんたの家族のお世話をするのはもうたくさんです。ここは私の家なので、すぐ出て行ってください。夫は私が離婚に同意したことが納得いかないようで、離婚して本当にいいのかと何度も確認してくるのです。そして姑や小姑からも
嫁の自覚が足りないなどと説教を聞かされましたが、スルーしました。夫から離婚するなら500万の慰謝料をよこせと言われたので、私も離婚したいのなら500万の慰謝料を持ってこいと夫に言いました。最後の旅行代金は、義両親と夫の分は支払ったのですが、後から追加となった小住と家族の分は代理で申し込んだだけなので、一切振り込んでいませんでした。すると、小住とから旅行代金の請求書が来たのです。なんと、総額60万円でした。私は家計簿をしっかりつけていたため、今までの小住と家族にかかった旅行代金、約50万円を領収書のコピー付きで小住とへ送りました。旅行代金で私の結婚前の貯金から支払った分は、夫名義の2人の口座から返してもらいました。夫からは、離婚したいなら慰謝料を持ってこいというメールと、本当に離婚なんてしないよね、というメールが交互に来るのです。私は、離婚したいのはあなたの方なので、離婚したいなら慰謝料を耳揃えて持ってこい、というメールを、毎回送り返しています。夫と離婚するにあたって、これは離婚成立まで消耗戦になるだろうと予想していたので、負担を少しでも減らすため弁護士を頼むことにしました。離婚するにあたって夫はなかなか離婚に同意してくれず、5日間ほど同じ話のループを延々としていたのです。離婚の話し合いがあったある日の帰り際、夫が、ノートパソコン壊れたから直して持ってきて、というのです。そのノートパソコンは、もともとは私のものだったのですが、小住人が欲しいと言ったので、泣く泣く諦めたノートパソコンでした。人のものを勝手に使って壊しておいて、直して持ってこいだって?だから、そのノートパソコンは俺が使ってるんだって。ないと不便なんだよ。早く直して持ってきて。それを聞いて弁護士さんも絶句していました。あなた自分が何言ってるか分かってますか？だから俺が使っててないと困るんですよ。そして弁護士さんはもう一度同じ質問を繰り返しました。その時近くにいたウェイトレスがその話を聞いていて、何あの人気持ち悪いと本人たちは小声で言ったつもりでも、その声は丸ぎ声でした。それを聞いた夫はやっと自分の言っていることがおかしいと気づいたのか、慌てて席を立ち走って行ってしまいました。その日の夜、夫から弁護士さんに電話がありました。夫は私が出て行ってから自分の親からは嫁が全部悪いと言われ続けていたそうで、壊れたノートパソコンも嫁のものなのだから嫁に直させればいいだろうと言われ、その気になったのだそうです。そしてその日、自分が他人からどう見られているのか突然気づいたそうです。夫はできれば私ともう一度やり直したいとも言っていたようですが、私が離婚を望むなら離婚すると言っていたそうです。もちろん私は離婚を望むということを弁護士さんに伝え、意思が変わらないうちにということで、早急に夫からサインをもらい、離婚届を提出し、ようやく無事、離婚が成立しました。その後、元夫と元姑、元小住人家族は、お盆休みに旅行へ行く計画を立てたそうです。沖縄へ行くことに決定し、当日空港へ行くと誰も申し込みをしていなかったことが判明したそうです。今までは旅行の予約や支払いをするのは全て私でした。誰かがやってくれるとみんなが思っていたのでしょう。散々揉めた結果、仕方なく食事をして帰ることにしたそうです。そして食い逃げで捕まりそうになったそうです。ここでも誰かが払ってくれるとみんなが思っていたようで、結局誰も支払わず、子連れで一番足が遅い小中人が店の人に追いつかれ、
支払いをさせられたそうです。その後、元夫からメールが届きました。離婚して家族はバラバラになり、私の存在の重要さにやっと気づいた。離婚を後悔しているという内容でした。そう言われても、離婚した私にはもう関係のないことです。そしてその2週間後、元小獣人が私の会社まで押しかけてきたのです。話を聞くと、今度の連休に旅行へ行きたいそうなのですが、みんな口ばっかりで話が進まないようです。なので、旅行だけでも一緒に来てくれというのです。元小獣人の言葉を聞き、私は血管が切れそうになるほど頭にきました。そんな寝言は寝てても言うな。行くとこないなら旦那の実家にでも行け。と、強い口調で言い、追い返しました。また別の日、会社の受付からお客様だと内線で呼ばれ行ってみると、子供を2人連れた元小獣人が立っていました。子供が騒いでうるさいので、近くの喫茶店で待っているよう元小獣人に伝えました。私は急いで仕事を片付け、喫茶店へ行くと、テーブルの上にはパフェやジュースなど、半端じゃない量の料理が並んでいたのです。すると元小獣人は、あ、お姉さん、ここです。先にお昼ご飯食べちゃってました。ごちそうさまです、と言ってきたのです。私はお昼は外で食べたからと言い、急いで外に出て別のお店でランチを買い、喫茶店の入り口をそっと見ていました。すると店員と元小獣人が揉めている様子でした。どうやら元小獣人は食事代は私が払ってくれるものだと思っていたようです。なんで妹の分の食事代払ってくれないんですか？と聞いてきたので、自分で食べた分は自分で支払うのが当然だということ。もう離婚していて、私と元小獣人は他人だということ。友達でも何でもないことを丁寧に説明しました。その後、私は元夫のメールのことや元小獣人の会社訪問のことについて弁護士さんに報告しました。弁護士さんは元義実家を訪問しました。元夫と元小獣人に厳しく注意してもらいました。元夫は弁護士さんに指導され、元姑にも怒られ、かなりへこんでいたようです。元夫はさすがに反省していたようです。元姑は、情けない、離婚して出て行った女に未練たらしい、早く別の女を探しなさい、と言っていたそうです。それから2ヶ月後、弁護士さんから私に連絡がありました。先日、元夫の両親が交通事故に遭ったそうです。でも大したことはなく、二人とも鞭打ち程度だそうです。そしてさらに、元夫の祖母が緊急入院をしたそうで、元姑は自分の体が辛く大変なため、私に元夫の祖母の付き添いを頼みたいと言ってきたそうです。離婚したとはいえ、一度は嫁に入ったのだから、助けてくれてもいいのではないか、という伝言だったそうです。私はもちろんお断りしました。いつまでもつきまとう元夫の家族には呆れてしまいました。その後、また元夫からメールが届きました。再婚することが決まったとの報告でした。しかし、そのメールが来てから数日後、その婚約者と連絡が取れなくなり、別れることになったというのです。弁護士さんが、元婚約者の方に聞いた話によると、別れる理由は私と離婚した時と同じ理由だったそうです。元夫には厳重注意と慰謝料請求、そして念書も取り、今後は一切の連絡をしないよう弁護士さんからかなりきつく言っていただきました。元夫は慰謝料を請求されたことにとても驚いていたようです。そして
何があっても連絡は不要だということを言われたことにかなりショックを受けていたようです。今後はあの人たちとは二度と関わらず新たな人生を歩んでいきたいと思います。私は某企業で働く会社員です。3年ほど海外勤務をしていたのですが、この度日本に帰国することが決まりました。これを機に私は念願だった新築高級マンションを購入しました。そして入居当日、私がマンションへ到着すると、マンションの前で男性が待っていました。待ってたぞ。え？待ちくたびれたぞ。え、あの、私は彼が誰だったかすぐに思い出せませんでした。しかし男性はそのまま話を続けてきました。そして私にある女性を紹介してきたのです。男性は手招きすると、建物の陰から女性が現れました。こいつ俺の彼女なんだ。お前の前から突然いなくなったのは悪いと思ってるけど、実はこいつと付き合ってたんだ。どうも、はじめまして。え？その瞬間、私は彼が誰だったのか思い出しました。じゃあその彼女とはもう3年付き合ってるんだ。いや、実はその前から付き合ってたんだ。お前気づいてないみたいだったけど、俺不倫してたんだよ。は？何それ。だから今日はちゃんとお前と離婚しようと思って離婚届持ってきてやったんだ。俺たちまだ離婚してなかっただろ。離婚しよう。お前今は父親の会社で役員してて稼いでるんだろ。お前のこといろいろと調べたんだよ。だからさ、財産分与でこのマンションもらおうと思って、今日からこのマンションには俺と彼女で住むから。え？突然現れて何言ってるの？いいだろ。お前俺と結婚してた時と違って今は金あるんだろ。そう言いながら離婚届を突きつけてきました。しかし二人は大きな勘違いをしていたのです。そのことに全く気づいていない二人に、私は話を合わせることにしました。あなたが私の前からいなくなったのは3年前よね。ああ、お前に浮気がバレる前にこいつと逃げようってことになって、お前が帰ってくる前に荷物まとめて出て行ったんだ。すぐに離婚してもよかったけど、浮気がバレたら慰謝料払わないといけないだろう。浮気には気づいてないとは思ってたけど、念のため3年はお前の前に姿を現さなかったんだ。確か浮気してから3年経ったらもう慰謝料の請求はできないんだったよな。時効だからな、時効。そうなんだ。だから今まで隠れていたんだ。そういうこと。もう今さら慰謝料請求しようとしても無理だからな。あまりにも自分勝手で最低な二人に正直腹が立ちました。でも今日はマンションの入居日ということもあり、やることが山積みでした。また後日話をしようと何とか二人を説得し、今日は一旦帰ってもらうことにしました。わかったわ。でも今日はいろいろとやることがあって私も忙しいの。また後日呼ぶから今日は一旦帰ってもらえないかな。頭の中も整理したいし。そうだな、わかったよ。突然だったし、まあお前も考える時間は必要だろうしな。そう言いながら二人はこのマンションに住む気満々で嬉しそうに帰っていきました。そんな二人の後ろ姿を見て私は呆れてしまいました。二人が帰った後、私はマンションで荷ほどきをしながらある作戦を考えていました。数日後、二人をマンションの部屋へ呼び出しました。二人は部屋へ入ると歓喜の声を上げていました。さすが新築の高級マンションだな。
ベランダからの眺めも最高だな。ほんとね。もうすぐここが私たちのものになるのね。盛り上がる二人をよそに、私は冷めた口調で、こないだの話の続きをしようと言いました。とりあえず、こないだの話の続きをしましょう。そうだな。さっさと済ませちゃおうぜ。早く離婚届にサインしてくれよ。そう言いながら、男性は勝ち誇ったような笑みを浮かべながら、離婚届をテーブルに広げました。そこで、私は彼らに真実を告げることにしました。言っておきたいことがあるんだけど、私、独身だよ。はあ？何言ってるんだよ。二人は目を見開いて驚いていました。私はまだ一度も結婚したことがないの。なんだよ、ふざけてるのか？お前は俺と結婚したじゃないか。それは、多分私じゃなくて、妹の方ね。は？妹？そう、あなたが結婚したのは私じゃなくて、私の双子の妹の方。ちょっと待ってくれ。どういうことだ？私が真実を告げると、この状況をすぐには理解できなかったようで、男性はしばらく呆然としていました。お久しぶりです。あなたと会うのは妹の結婚式以来ですね。嘘だろ。男性はみるみるうちに顔色が悪くなり、動揺し始めました。ちょっとどういうこと？前に嫁は一卵性の双子だって話しただろ。俺が嫁だと思ってたのは、嫁のお姉さんだったんだ。嘘？間違えてたの？ありえないんだけど、普通間違えないでしょ。じゃあ、このマンションはどうなるのよ。私はあなたたちと何の関係もないので、もちろんマンションは渡せませんよ。それに、妹からあなたの話を聞かされてたんです。突然いなくなったって。まさかあんな形で突然私の前に現れるなんて、私もびっくりしちゃいました。そんな。妹はあなたがいなくなってから本当に心配してました。警察にも相談しに行ったんですが、あなたの荷物が全部なくなっていたから、ただの家出ってことにされたみたいなんです。妹はあなたが浮気してたなんて思ってもなかったでしょうね。あいつそんなに俺のことを心配してたのか。ちょっと、何揺らいじゃってるのよ。嫁のところに戻ろうとか思ってないでしょうね。いや、思ってるわけないだろ。私はさらに二人を追い詰めました。この話は全部妹にも報告しますから、妹は今日、あなたが浮気していた事実を知ることになります。あなたは家を出た日から3年経てば慰謝料を払わなくていいと勘違いしていたみたいだけど、実際は浮気を知ってからが起算日になるの。え？だから、今日から3年は慰謝料を請求できるの。待ってくれ。だったら俺はあいつに慰謝料を払わなきゃいけないってことなのか？そういうことになりますね。私の言葉を聞き、男性は青ざめた表情で震え出しました。そんな彼に私は尋ねました。どうして私と妹を勘違いしたのかと。すると、偶然父の会社から出てくる私を見たそうなのです。会社から出てきた私を妹だと思ったようで、こっそり後をつけ、このマンションにたどり着いたということでした。私と妹は昔から瓜二つの双子で、周りも間違えるくらいでした。私は父の会社には入らず、自分のやりたいことを仕事にしていました。その事実を突きつけると、男性はその場に膝から崩れ落ちました。女性は大声で叫び出しました。3年も隠れてたのに意味ないじゃない。結局慰謝料を払わなきゃいけないんじゃない。どうしてくれるのよ。すると男性は私に助けを求めてきました。お姉さん、
どうか、あいつには言わないでください。お願いします。私は大切な妹を苦しめた彼のことが許せませんでした。それは無理です。私はあなたのことが許せません。ちゃんと反省してください。あとは妹とあなたたち二人で話し合うべきです。これ以上ここで騒がれたら困るので、出て行ってもらえますか？私は二人に出て行くよう言ったのですが、二人はわめき散らし、その場から離れようとしませんでした。仕方がないので、マンションの警備員に連絡し、二人をマンションの外へ連れ出してもらいました。その後、私は妹に今回のことを報告しました。妹もショックを受けていたものの、彼らのひどい仕打ちに激怒し、許せるはずもなく、彼と彼の浮気相手に慰謝料を請求し、正式に離婚しました。妹の元夫は3年間派遣として仕事をしていたようですが、慰謝料支払いのため貯金もすべて使い果たし、借金まで背負う羽目になったようです。そして浮気相手の彼女はフリーターのようでした。妹の元夫は離婚後すべてを失いました。浮気相手とも結局喧嘩が絶えず破局してしまったそうです。さらには妹に復縁を要求してきたそうですが、妹は今回のことでもう彼への愛情は残っていなかったようで、もう顔も見たくないと一蹴したそうです。マンション入居当日にこんな目に遭うとは思いもしませんでしたが、妹のことを心配していたので、無事解決してよかったと思います。これからは妹には幸せになってもらいたいと思います。妹は優しいし、きっともっとふさわしい人と出会えると、信じています。